ケイケです。今回はですね、こちらの元祖インフィコア通器あるじゃないですか。こんデッキをね、なんとナイトの枠がこちらのミニペッカで最近ちょっと使われてるということで、今回こちらのデッキ使ってね、マルチの方やっていこうと思います。まあ、ナイトがね、ミニペに変わることによって、いろいろ変わる点だったりだとか、あと立ち回りもね、少し変わってくると思うんでね、そこら辺ちょっとミニペッカ意識をしながらね、やっていけたらなと思います。それでは早速やっていきます。ちょっと最近マルチサボってました。ミニペッカで、ペッカペカ！さあ、来ましたというところでやっていこうと思います。とりあえずよろしくで始めていく。まあ、バレル。まあ、ここら辺はまず変わらないですよね。で、まあ、どういうね、ミニペッカになることによって、いろいろ何が変わるかっていうと、まあ、例えばいい点は、ロイジェとかに強くなったりだとか、ホグをね、ミニペッカだけで完封できたりだとかっていう点がいい点で、で、ミニペッカだと良くない点は、枯渇ってそんな自分から攻めるデッキじゃないじゃないですか。なんか本当相手の攻撃受けて受けて、バレルでちまちま削ったりだとか、ロケット削りだとかするって感じだと思うんですけど、っていう時に、ちょっと待って、これ1枚、ああ、うまいね。っていう時に、例えばケツゴレとかされた時に、ミニペッカだと、やばい、バレル、もう手が休まらない。ミニペッカだと、そのケツナイトとか、まあ、バルキリーとかができずに、まあ、こう移動速度速いからさ、先に行っちゃうんですよね。っていうところが若干ね、使い勝手の悪いところではあると思うんですよ。だから、枯渇デッキの理念と合ってない、ミニペッカは。枯渇デッキも守ってバレルで少しずつ削っていくよ。ミニペッカ結構攻撃的なカードなんで、そういうところがやっぱずれてるっていうのがあんま強くないポイントではあるんですけど、じゃあなんで使われてるのっていうのは、普通に環境にロイジェイが多いからっていうだけだと思ってます。そう、ほんと環境に強いカードに強いカードを入れて、そのデッキ自体を強くしていくっていう感じで、だからデッキと相性はそんな良くないんだけど、今の環境的にはまあ、このカードが入ってるっていうので、まあ、強いデッキになり変わってるんじゃないかなっていう考えではあるんですけども、そう、普通に枯渇と相性がいいのかもしれない。 あとスケラの盾をすぐ剥がせたりだとかしますよね。バルキリーに強かったりだとかっていうところはね、まあ、素敵なところではあるんですけども、お、これただね、よしよしよし、オッケーオッケー。ハシマイプリンさえ来なければ防衛は楽っすよね。オッケー。さあ、ダメアドだいぶ取ってるんで、こっから負け筋はギャング事故だよな。ああ、手前だこれ。ただ悪くない。アイスピで一旦止めて、プリンセス。まあ、こことか、まあ、バレルロケット行っちゃっていいですね。ウッド手札にあるんで、守れるんで。よいしょ。手前に飛ばしておくべきだった。もったいない。さあ、ここミニペで受けていって、まあ、右サイドプリン出てきてるんですけど、右サイドは正直どうでもいいんで、まあ、一旦、見過ごしてあげてからの防衛でいいかなと思います。なんならインフェリー。オッケー。あと、ちょっと前の、2日前の動画とかかなって話したと思うんですけど、一応ね、家族旅行はもう行ってきて、帰ってきてからまた動画撮ってるっていう状況なんですけども。島プリンない。いい、リフレッシュになりました。さあ、ここはギャング出して、ミニペケだな、これは。もうなんもないや。ああ、でもさ、ウッド攻めで使わないとな、これ。ギャング来ないかな。ギャング来い。来るわけがないね。さあ、ここは手前に。よいしょ。完璧。大丈夫っしょ。オッケー。さあ、ジジというところで、まあ、序盤のなんか動きが良かったかなって感じですね。バレルめっちゃ刺さったよね、なんか。ハシマイプリンとバレルが。ハシマイプリンしてないか。ミニペバレルがすげえ刺さった。まあ、あれはなんで言ったかっていうと、ギャングとウッドが手札、
回ってくるのちょっと相手の手段的に遅かったからですね。うん、どんどん行こう。さて来ました。まあ動画撮るのもちょっと数日ぶりなんでね。そう。ちょっと前の話とかしながらやっていこうと思うんですけど、前の動画でおすすめの香水なんですかみたいな聞いたじゃないですか。で、みんなね、親切に教えてもらってね、すごいありがたかったんですけど、香水って名前で選ぶもんじゃなくて、やっぱ香りで選ぶもんだなと思って。結局その段階では決まんなかったんですけどね。だから香水旅の、香水探しの旅をしてきて、で、香水決めてきましたよ。そう。まあ、どれとは言わないんですけど、でも一応買ったお店は言うと、シャネルで買いました。シャネルの香水です。そう。のどれとはね、やっぱ言っちゃうとつまんないじゃん。内緒なんですけど。そう。まず自分の好きな匂いあったから、たまたま買ったって感じかな。よいしょ。どうしよっかな。ギャング延命しろ、守れ。そうそうそう、タルババ使ってよ。でこれでしょ、もう一回ミニペ。いやでもこれ逆サイ攻めた方が良さそう。逆サイいきます。アイスピも出しちゃおう。いけミニペ、一発殴ってこい。おいしょ。まあギャングも必要か。あんま出したくなかったな、このギャング。やりすぎな気がする。まあまあまあ、これは、まあ序盤、一気にカウンター来ることとかはほぼほぼないんで、やりすぎぐらいでもまあ大丈夫かなって感じですね。これは、ウッドいらない、OK。はい、ここもまた延命していって、バレる。これはもう緊急されてもいいや。ここで終わってもいい、なんなら。さされてない。これはアイスピで釣ってって感じかな。相手のこのデッキさ、あ、でもあれか、ダクネだからライトニング入ってるか。ダウンで削っていって、そういえばね、マシンカードなんだっけ、ムンクの叫びみたいなカードも出るらしいですけど、皆さんどうですか。個人的には正直今の俺のね、だからカードも完成してるし、別に宝箱とかもあるからすぐ集めれると思うしって感じだからいいんだけど、昔の俺だったらちょっとあれだったかもね。別に今の状況だったら俺らって言っちゃえば強いカード使えばいいだけなんですよ、本当に。なんかこれといったこれしか使えないっていうデッキとかも特にないし、いろんなデッキ使えるようになったから、だからバランス調整とかやっぱ感情を揺さぶられることがね、俺はやっぱ少なくなった気がするな。でもさ、無課金の人とかからすると結構自分がゲットしにくいカードとかだったら、きちーってなるよね。うん。まあ一応ロケット2周。うん、悪くないね。取るね。ああ、取るね、来ないか。ミニペがさ、ゴレン強え。普通にインフェなくてもいいレベルだもんな、これ。それは言い過ぎだろう。さあ、ロケット打ちます。よいしょ。回して、GG かな、さすがに。タルババルから、ギャングは低めから出してあげて、ウッド打って、ロケットフィニッシュですね。うん。いいね、ミニペ。ただやっぱ、まあ相手終盤ゴレ、ちょっと前目から出してきたからだけど、合わせづらいよね、カード的に。っていうのは、ありますね。どんどん行ってみよう。ゲッピアさん、この方もゴレ使いの方っすね。よろしく。とりあえずアイスピ出していって、まあ終盤までは、ガンガン自分から攻めてってって感じかな。そこはフリン構えて、あとなんかあったかな。なあ、見るからに強いっすよね、ムンクとか。フィニックスはあんま知らないんですけど、そう、俺あと最近ちょっとバタバタしてたのもあって、
新カードの情報をね、全然置いてないっていう。あとなんかマルチもちょっと変わるんでしょ？まあ、変化は楽しみである。とりあえず、アイスピ。まあ、どうなろうとね、やっぱクラロワがどうなろうと俺は、この、なんだろう。カードランでフィールドに出すのとキャラの感じとか好きなんでね。結構腐っても好きでいる自信はあるんですけども。よいしょ。どんなアップデートなんですかね。とりあえず。どうしよう。これ延命するか悩むな。一応するか。優しさ、やっぱ女性を守るっていう。別にこれはプレイとかじゃなくて、なんか男として、今の延命しないのはどうなんだろうって思うんですけどね。メガゴね。さっきのデッキと全く同じ感じかな？うん。まあ、ミニペが輝くよね。やっぱこれに対して。ただ、ミニペ、体力そんな高くないんで、例えば、そのミニペとインフェとかにライトニング打たれて、まあ、光栄メガゴに突破されたりとかすると、ちょっと危ないなって感じはするっすね。レッツゴー。相手も切るカードがなかなかないんだろうな。さあ、これはミニペが守ってくる。もう一発欲しい。うん。欲張りすぎ。ギャング、ベビドラに対してこの位置に出すと、いい感じになるよ。そう。前のゴブリンがベビドラの攻撃を4発受けてくれるんですよね、合計。っていうのが強い、マジで。さあ、これは、出てきましたね。まあ、まず、先置きインフェかな。ミニペもあるし、手札的にどうしようもなかったんで。インフェして、まあ、光栄に、なるべくね、ゴレの光栄2体にロケット打ちたいんですよね。っていうのは、例えば、ダクネとベビドラとかに打てたらもう最高っすけど、そんぐらい、そのレベルのやつに打てたら、結構個人的に嬉しいかな。まあ、大丈夫でしょう。次の攻撃に備える。オッケーオッケーオッケー。こういう時はもう一本折った後は一番危ないとこだけ気をつけつつ守っていくと意外とうまく守ったりできますねというところでさあ勝ってきました。うん。ミニペ。いや、どうなんだろうな。わからんな。まだ今のところ。もうちょっとやってみようか。てさてさできましたよ。よろしく！とりあえずやっぱバレる。これはもうミニペだろうがナイトだろうがなんだろうがね、変わらない共通認識です。雪玉。あとなんかバランス調整でゴブリンもちょっと変わるみたいな。それはマジゴブリンしかわかんない俺。どうしよっかなこれ。とりあえず、プリン後ろからでいっかな。雪玉か。雪玉で待ちってなんだろうね。雪玉やなめってことは、ジャイスケラとかなのかな。ミニペだとそう、スケラとかスケブとかにも弱いっすよね。ただジャイには強いっていう。と、なんか、相性幅が、ブレる気もする。ブレやすい、ミニペは。これに、こういうデッキには強くなる。こういうデッキには弱くなるっていうのが、他のカードに比べて少し激しい気がする。ワンチャンさ、え？自分優先っすか、ミニペカさん。これどうしよっかな。ジャイつけてきそうではあるべ。インフェが強い。これアイスピーいらないでしょ。ギャング強いから。あ、やばい。え？ネクロ強っ。ちょっと待って待って。おー。まずい。ギャングを切った後だ。やめろ。痛い痛い痛い。これ何で受けてくんだろう。ボーラーまで出してく。いやでもインフェあるしな。ガゴか。許容ガゴだ、絶対。ああ、やなめてくんだ。やべ、これどうしよう。ちょっとむずい、こっから。怪しいな。ボーラーってのがね、きついんですよね。これがまたダークプリとかになってくると、だいぶ話変わってくるんだけど。てかもうミニペ。ミニペお前。スケラにめっちゃ弱いじゃん。ここで攻める。相手もびっくり、これには。
あ、でもガゴ出してこないなら、いや、いいっしょ、これは雪玉立てても大丈夫。いや、どうするよこれ。そんなに来る？むずいむずいむずい。ここスケブ来た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 。オッケーオッケーオッケー。あ、これでかいね、だいぶ。さあ、あのボーラーはインフェに守ってもらって、とりあえずこうでしょ。ミニペワステープ。ジャイネクロにロケット打ちたいな。お？あ、大丈夫大丈夫、するなら。ミニペがもう無双してるわ。オッケーオッケー。ペプリン出して、今んとこすごいっすね。これロケット打っちゃおう。うわー、そこまで出てくんのか。ちょっとやばいこれ。いや、ギャング強え。あんたが大将。やなめ使ったんだよな。バレル飛ばしてるけど、スケブがいいんだよな。ちょっと怖いな。いや、それ。大丈夫、ちょっと。怖いが大丈夫。ここロケット。あ、なんかロケット雑だな。で、いやでも大丈夫。ハシマインフェで全てを良くして。オッケー、ネクロ引っかかった。ヤナメ使った。ヤナメ使ったらもう大丈夫でしょ。ほんと？やばい、怖い。怖すぎる。オッケー、来た。危ない。はい、来てもらう。あ、でも今のミニペだった方が良かった気がするわ。ボーラーめっちゃどかした。相手終盤ジャイ出してこなかったね。もうジャイスキャラ無理やりゴリゴリに攻められた方が、こっちからすると嫌ですね。わからん。最後一戦行こう。よし、来た。ミニペでも今のところ好印象ではあるけど、やっぱ俺は安定のナイトバルキリーを選んじゃいそうではあるな、今のところは。でも悪くないってことは伝わってます。俺はウッドギャングまで使うともったいないんで、ミニペできつめの耐えで、ここはメガネとウォールブレイカーっぽいね。なんだ、着衣か、やだな、やだな、痛えよこれ、痛すぎでしょ。まあ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 、これでも逆サイ攻めないとな。ワンチャンこれ緊急出しちまうか。お、おいっす、緊急出しよう。はいはい、レディガーは来ない。いや、これロケット撃っていいっしょ、さすがに。ロケット撃って、ケツメがないと、プリンス付けの真ん中コウモリ、ディガー。プリンス。コウモリ入ってたっけ？いや、絶対入ってるな。まあ、ガゴかな、ここまで出てこないなら。来るぞ、来るぞ。真ん中、あ、コウモリか。こっち来させてから、コウが良さそう。うわー、そこやなめか。うまい！あー、ぶねえ。まあまあまあ。致命傷。全然致命傷。はい、ですよね。やなめザップ。あれ、やなめザップってことはディガーないんだっけ？そんな気がしなくもない。はい。一振りでいいんですけどね。もったいない、マジで。
いや、これ大丈夫かな。不安不安不安。不安、危ない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 。アイスピー固めてミニペの一振り。オッケーオッケーオッケー。いや、あるぞ、全然。ここまで行ったら。はい。はいはいはい。いや、あるね、あるね。いや、待ってねえか。はいはいはい。ケツメガネとしないかな。そっちか。オールブレイカー。斜め。オッケーオッケーオッケー。マジで今、ああ、これ裏だったかもな。メガネとか。お、あちゃくいだ。うわ、ちょっと待って。いや、今の絶対打てばよかった。勇気出なかった。来い。あ、やばい、これ。え、ミニペ、体力低いな。すいません。